はい、2番は相模原市から今日はお越しの酪農の皆さんですね。はい、お願いいたします。酪農の皆様、さあ、中央の方でマイクも大丈夫ですか。はい、入って、はい、はい、はい、入ってますね。はい、はい、大丈夫ですか。はい、はい、いろいろとですね、意気込みをお聞かせいただきたいんですけれども、はい、なんか塩屋さんの方から、はい、引き出しがいっぱいある引き出し、それに期待して聞いても大丈夫と、はい、そういうことを言われておりました。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、まず意気込みからお伺いしましょうか。そうですね、はい、はい、カメラに向かってお願いします。はい、ちょっとバイクのあれですね、ちょっと公開しましょうか。一回じゃあ、はい、じゃあ私の方を使っていただいてよろしいですか。あ、相模原中心です。私どもの薬堂です。ね、あの緊急事態宣言も解除されて、緩和されてきてますが、まだ休会中のメンバーが有数にいます。このライブ配信を通じてですね、みんな心を一つで全力で演技したいと思っております。よろしくお願いします。さあ、今回は相模原市からということで皆さん一緒に演舞をしていただきますけれども、はい、意気込みの他に、何かもう一つこと熱い思いをよろしくお願いします。はい、今回の心境がですね、昨年の自粛期間中に、いろんな思いがありまして、本当にこのメンバーで一緒に踊りたいなと、そういう思いで作詞しました。今日はその言葉一つ一つを大事に胸に噛みしめて全力で演舞したいと思います。それでは準備が整ったら参りましょう。はい、大丈夫ですか。大丈夫です。はい、それでは参りましょう。酪農の皆さんです。先ほども言いましたが、今日のライブ配信もですね、自宅で見ているメンバーがたくさんいます。その思いをですね、心一つに全力で最後踊りますので、応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。はっ、やるぞ、構え。
歓声を止めて